皆さんこんばんは。常念司の経済ニュース最前線。はい、今週も始まりましたが、はい、いやすごいですね、すごいですね。いろんなことがありました。もうね、疲れましたよ今週は。Jアラート、本当に Jアラート、ねえー、なんかもう左翼発狂してるらしいですね。俺を起こすんじゃねえと。なんかそんな話があるみたいですね。でなんか田舎だと3分で何すればいいんだとか、何言ってるんだと。窓から離れて便所に入って耳を押さえてるだけでもだいぶ違うぞと。ね、なんかみんななんかおかしな騒ぎ方してますよね。そうなんですよ、ね、でね、あのミサイル防衛の本場、イスラエルの人にですね、あの聞いてきたんです、聞いてきたというかね、あの、実際に聞いたのはあの、はい、この番組でもおなじみの、あの小玉さん、はい、ね、あの福岡の、ね、マイアンリーナーというね、はい、あのヘブライ語の教室をやってる、ね、小玉さんがイスラエルの人に聞いたところによって、はい、3分もあるのって言われたそうです。もっと短いんだ、そのイスラエルの時は。あの警報が、そうですね、はいはい、あのアイアンドームで撃ち落とす弾道って、ロケット弾とかなんてもっとすごい低い弾道ですから、結構ギリなんですよね、空襲警報になるのね。だから3分もあるのって感じでびっくりされたそうです。じゃあ逆に言うと、皆さんその短い間にも何をすべきかっていうのは分かってるってことですね。そうなんです、ここがイスラエルの強さですよね。で日本はね、分かってる人と分かってない人と、分かろうとしない人のね、3つに分かれてるので、分かってない人に教えてあげてください。分かってる人はで、分かろうとしないやつはいいです、ほっときましょう。あの何ですか、東京新聞の望月 IS 子こと望月磯子、もう北朝鮮のスポークスマンですか彼女は。何なんですかね。なんかね、防衛産業のね本もね、出しているんですね。あ、そうなんですか、分かってんですかあいつ。なんかすごく熱心に、取材をされてるみたいですね、で結構ほら綺麗な人なんで、やっぱみんないろいろこう、情報とかね、みんなこっちをかよそうそう、こっちこっちをかよ、こっち、本当にね、何を考えてるんでしょう。あの記者会見の動画でも見てて腹立つんで、見たことないですけど、要はあの菅官房長官を切れさせて、切れたところを動画に撮ろうっていうのは見え見えですよね。で菅さんのもそれも分かってるんで流してるじゃないですか。バカですよね、本当どうしようねえなと思うんですけど。いや、こんなのがね、新聞記者で会見場に紛れてると恐ろしいなと思いますね。良くないですよね。日本のマスコミどうなってんでしょうね。どこにでもああいうタイプの方っているんですよね、実はね。だからそれすごい突出してるから目立ってますけど、やっぱりいろんな記者会の中に、特に女性で、なんかすごく粘着質で、ものすごく時間稼いでっていうパターンって結構ある、矢に聞いてますけど ね。でもね、あの人もそうなんですけど、あの手の活動家ってね、あれ日本を良くしようと思ってやってるんですよね。そうなんですか。そうですよ。あれでもね、日本をよくしようと、彼らの主観の中では日本をよくしようと。まあ確かにね、それ言ったら、まあ、そう共産党とか、そうですよ、みんなね、日本をよくしようと思ってやってるんですけど、最初にインプットされた情報が間違ってるんです。ね、まずその歴史認識からして間違ってるでしょ、でありもしないことあったって信じてるでしょ、例えばほら慰安婦狩りとかさ、ね、ああいうのあったって信じてるでしょね、南京大虐殺とかね南京事件はありましたよ、でもあのチャイナ共産党がプロパンガンダしてるような、ああいう事件は、まあ、証明できないんです、正確に言うとね、まあ、当然その戦闘で犠牲になった人はいると思いますが、30万人も死んだって嘘です。それは嘘です。だって人数増えてるかも、ありえねえって話ですよね。そういうのをまるで信じて、あれですよ、あの本田勝一が書いた中国の旅っていう、まあ、あのフェイクニュースがあるんですけど、あれを信じて日本を良くするためにやってるんだと思います。でこれなんで私はこんなこと言えるかというと、私は高校生の頃、共産党の民生で活動してた高校の先生が大好きで、その先生に本田勝一の本読めって言われて読んで、うわ日本はこんなことひどいことしてたんだっていうので信じてましたから、そうですね、だって小学校の先生とかやっぱいましたもん。そうで、それを信じて無批判にね、まあ本来大学で弁論部入って、どうも世の中に違う意見もあるらしいと思って、自分で考えるようになると洗脳が解けるんですけど、望月さん多分洗脳解けないもん、大人になっちゃった。そういう方の方がマスコミ多いですから。そっちが多いですね、あの優等生が多いんですよね。そうですね、私ね、もう一番腹立ったのはね、大好きだったそのね、まあ、小学校の時の先生も共産党の活動家だったんですけども、みんな嘘つきだったってことに気づいてね、もう愕然としました。あんないい人なのにこんな嘘つきだったのかと。でそれ気づいたきっかけはやっぱ経済の勉強してからね、気づいたんですよ。経済って実験ができないので、過去にやった政策がどんな効果があったかってことをね、こうあの分析するわけです、あの今のそのいろんなね、あの経量経済学のいろんなこうツールを使って、昔のデータを分析すると本当のことが分かるんです、でその時にその歴史的事実って追わなきゃいけないじゃないですか、で調べてみると、なんかね、日本はね、あの戦前はなんか北朝鮮のような国で軍部が全部支配してました、大嘘で、もうポピュリズムもいいところでね、政権交代もあって言論の自由もあって、なんでこんなところであんなことになっちゃったのと。でいろいろ調べたら、なんか尾崎細美って悪いやつがいてねと、ね、ゾルゲってスパイがいてね、コミンテルンという悪の組織があってねみたいな、いろんなことがあって、まあ、コミンテルンが全部操ってたとは言わないですけどね、これあの江崎さんの本でもね、すごく詳しくその辺は慎重に書いてあるね、
全部操ってたとは言えないけど、うん、いろんなそういうまあ問題がありましたと、はい、まあ、世の中にはね、いわゆるこう左翼の連中と、ね、それから保守自由主義者と、うん、そして右翼全体主義者という悪いやつがいて、うん、右翼全体主義者アホなんです、うん、バカなんで、こいつらのコミンテルンのそのね、まあ、シータレールの上まんまと乗ってしまって、日本がまあ戦争に向かってしまうという、こう江崎さんのね、まあ、あの本ですよね、明治がありますけれども、はい、まあ、書いてありますが、まあ、そういうのに気づいてですね、うん、でそこでいろいろこう考えを改めたんですよね。だからもうどっぷり左翼に使ってたんで、彼らの理論詳しいですから、筆坂さんと同じですね、うん、はい、だからまああいつらと議論するの楽しいなと思って、議論しようよって呼びかけてるんですけどね、逃げちゃうんですよ ね、 なんかね、理論っていうか結構個人的な伝聞とか聞いた話とかっていうのがすごく根拠として大きい人が多いですよ ね、 ですね、はい、であとね、反対意見をちゃんと読まないんですよ、はい、私はだから反対意見もちゃんと抑えた上で、反論に対して、予想される反論に対して反論を考えてるんですけど、あの人たちはそのなんか指定された本には読んじゃいけないのね。そうだからほら、あのなんだっけ、あのシールズとかやってたやつら、芝木隊とかブロックリストとか言ってブロックするでしょ、そういう人たちを。それはおかしいんですよね、うん、私だってあれですよ、あの小林清明さんのツイッターとかってフォローしてるし、うんうんうん、別にみんな意見聞いてますよ、まあね、でも聞きながらおかしいなと思ってるわけですから、うん、それでいいと思うんですけどね、まあ、言論でね勝負してほしいんですけどね、まあでもね、言論でね勝負できないね、もう実力勝負みたいな状態になってる人がいるんです。はい、この人です、はい、ドーン来ました、全面排撃ということでね、これはまたね、しいたけでもしめじめでもないですよ、まいたけでもないですよ、雪国まいたけじゃないんですよ、はい、雪国じゃないない、はい、エリンギ、はい、エリンギが全面排撃、しいたけを全面排撃せよということで、もう店頭からしいたけ一掃するためのですね、参考作戦、そんな作戦はないんですけどね、そんな作戦はなかったんですけど、大体光で殺し尽くすって意味ねえよ日本でバカみたいなね、もうほんと雑ですね、共産党はね、作りますよね、共産党は今の雑なんですよ。だって今回のミサイル、ね、ミサイルも安倍さんが撃たせたらしいですよ、なんかね、支持率低迷に苦しむ安倍がもうエリンギに電話して撃たせたんだと、とうとう、すごい、キムさんなんて言ってちょっとお願いしますとか、北朝鮮をコントロールしてるらしいですよ、安倍政権が。すごいですね、安倍政権最強ですね、すごいコミンテルより強いわ、恐ろしいね、うん、ユダヤの陰謀も真っ青みたいなね。まあそんな感じでやるらしいです、はい、安保理決議、ね、議長表明、うん、あのありましたけども、あれを全面排撃すると言ってて、はい、でなんかミサイル実験をまだやるって言ってますね。まあ、はい、まだねそういう風に言われてますよ、この9月、はい、まだなったばっかりですからね、あのね、はい、多分ね、こういうこと言っちゃうと逆にね、エリンギ自身が国内向けに、ほらアメリカと戦争できる大将軍様っていうイメージでやってるでしょ、でそれをまあこれでコミットメント強化しちゃったんですよね、そうするとね、ここでね同学的整合性と言いまして、言ったことやれんのかと、ね、それこそ菅原文太ですよ、そっちこそね、やるやる言うてチートもやれんじゃないの、ましたね、最近ちょっと仁義なき、ついこの間ね、ネットフリックスでね、県警対組織暴力っていう映画を見ました、ね、面白そうですね、これ どこの県警なんですか、あの広島県警、ああやっぱり、はい、広島県警のね、もうヤクザとズブズブ あの警察官と、その、あの本庁からこう乗り込んできたそのエリート、ね、こう署長みたいな、副署長かなんかの、まあ、そういうのを描いたんですけど、もうね、伝説の取り調べシーンっていうのがあるんですよ、この映画の。川谷拓三さんがヤクザのチンピラ役で、はい、でしょっぴかれで、でそれで菅原文太にボッコボコにされるんですよ、もうこれ演技なのかガチなのかっていうぐらいすごい取り調べシーンがあって、そうなんですよ、でその後こう警察に懐柔されていくみたいな、まあ、そういうのを描いた作品なんですけど、まあ、それでちょっと仁義なき戦いとか思い出してね、もうそっちこそやるやる言うてシートもやるんじゃないのってこう言われちゃうわけですよ、はい、トランプあたりに、でそれで全面排撃って、はい、全面排撃って言っちゃったんですよ、エリンギが、全面排撃やってみるよと、やれんのかみたいな、やれんのかでも猪木ですけどね、猪木さん言ったらいいんですよね、やれんのか、そうですよね、やれんのかって、もうやってほしいですよね、せっかくですから今こそ猪木の出番、はい、ね、本当にね、そういう感じで、はい、まあ本当に全面排撃すると、ね、しても、まあポーズだけだと思うんで、まあおそらくミサイルを発射して何かのタイミングで、ね、もしくは核実験やって俺は負けねえというポーズを、ファイティングポーズを多分崩せなくなりました、まあ、やっぱり、ね、これだけの言葉をいろいろ出してくるってことはもう相当そのもうなんか追い詰められてる気もしますよね、はい、逆にね、そうですね、そうなんです、だからこれね、ちょっとこの9月11日ぐらいまでね、この間野口さんがね、うん、そうそうそう、出て言ってましたけど、そういう説をね、野口説としては、はい、9月11日ぐらいまでは目が離せないかなと思うんですけど、なんかエスカレーションしそうな今雰囲気ですね、うん、どこまででもね、行くのかっていうところですね、なんかこの子供が生まれたとかいうニュースもちょっと出てきて、ああ金星音にね、はいはい、このエリンギのじゃあ、あの奉仕が奉仕、ね、からなんか出てきたんですね、なんかね、はい、そういうなんかどういう心理状態なんだろうっていうね、うん、
まあでも一般の人はいいんでしょ、彼は。ああ、そうなんですね。何でもいいんでしょ、うん、ね、王朝ですから、うん、今でも高級がありますからね、喜び組っていうね、ああ、ね、ありますよね。そうですよね、はい、で、あのちなみにですね、あの、まあ、9月11日まで説なんですが、はい、チャイナの共産党大会が10月18日らしいんです、はい、そうですね、はい、なんでその前までにこれちょっとエスカレーションしちゃう可能性はまだ続くんですか、はい、習近平ピンチですね、これもしアメリカの限定武力攻撃でもあったとすると、はい、あのチャイナとしてはね、その北朝鮮を助けろ派と、いやちょっとアメリカとディールしたから派で分かれると思うんですよ、現実路線と根性、ね、はい、根性論が、はい、これでどうなるかですよね。でチャイナ今ちょっとインドとも全面戦争になりそうだし、うん、ね、一応ねインドの首相がね、はい、あの中国行くみたいですけど、ね、ああ、はい、もうお互いに石ぶつけ合ってらっしゃるんですよね。あの部分的にはどうなってるか分かんないですけどね、首相が行く話あってもね、はい、そうなんですね、ということで、はい、これも大変だなということなんですが、アメリカも今大変です、はい、大変です、はい、そうそう、そうなんです、え、ジャスラック的に、あ、ギリギリです、あ、ギリギリ、はい、2小節ぐらいなんで、まあ、ハリケーン、ハービーハンコックということで、まあ、これ見てちょっと分かる、そう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 、これ見て分かったらすごいですね、はい、これですよ、ハービーハンコックからハービーということで、ハリケーンハービーやばいですよ。いやそうです、ね。あのね、ヒューストンがね、はい、もう CNN で連日中継してて、はい、で今ね、あの CNN、まあ、ずっとあのね、シャーロットビル、シャーロットビル発狂祭りやってたんですけども、ずっとね、白人指導主義者なんちゃらかんちゃらやってたんですけども、今もうね、このハービーで持ちきり、グラミー賞最受賞かと思うぐらいのね、勢いですね。もうずっとね、特派員とかも送って、もう現地張り付きで、で、そのもうレスキューやってるその州兵とか見たりしたりとか、はい、そういう感じで、で、一応ロシアゲートのこととかちょろっとこう流れるんですけども、圧倒的に少なくて、今ね、7割型このニュースかな。これと北朝鮮がほとんどですね。北朝鮮が3分の1、これが3分の2ぐらいで、まあ、ロシアゲートのなんかコミチョかなんとかなんて話は、まあ、一応しつこくやってるんですけど、まあ、圧倒的にこれのニュースです。で、もうね、ヒューストンは本当にね、水没した街になってしまって、あのね、あそこのほら、九州でずっと雨降ったでしょ、あとその前鳥取で降ったでしょ、はい、あれと同じこと起こっちゃったんですよ。あちょっとね、はい、あれはダメでしょ、そうなんですよ、ヒューストンはだから1回こう上陸した時のも、にも雨も、ね、降る範囲に入ってて、でこう海に出て再上陸する時もずっと雨降る場所だったんですよ、でね、今日 CNN で聞いたらね、なんとナイアガラの滝で、水落ちますよね、ものすごい、はいはい、あれの400日分がここ数日で降っちゃったりしたんです、うそーすごいですね、それ、はい、半端ない量が降ってて、でもう水が抜けないと、あと1週間ぐらいはだからあのいわゆるその洪水の警報ぐらいの高さで、はい、それぐらい経った後でもまだ洪水注意報ぐらいの高さでなかなか地面が見えない状態だそうです、うでなおかつね、ハリケーン保険に入ってた人があんまりいなかったみたいで、被害額がね結構な金額になりそう、はいはい、まあ、ハリケーン保険これ発動されても保険会社潰れちゃいますけど ね、被害額はね8兆円を超えると、うわ、言われてまして、アメリカ経済どうなっちゃうんだろうと思いますよ ね、思いますよね、思う、思いますよね、なんでその答えはね、はい、八重洲イブニングが書いといたんですよ、今日書いといたんです、はい、ひょっこしたらこんなことがあるかもよっていうのを書いといたんですけど、一応ヒント言うと、はい、昔田中秀富先生と私が教授で書いた震災教皇っていう本があるんですよ、あ、はい、まあ、あれは震災のこと書いたんですよ、要はその災害が起こった時に政府はどうすべきか、どうすればその、まあね、あの経済に、まあ、悪い影響を与えないかっていうのをまあ書いた本がある、はい、まあ、震災教皇に書いてある話なんですよ、基本的にはね、まあ、それを応用すると、ね、応用するとこの連立方程式が解けますということで、まあ、ハービーでです、まあ、アメリカ株価でもなんかあんま影響を受けてないですけどね、ちょっとハービーででもアメリカはね今てんてこまいというところに、北朝鮮がこんな忙しい時にミサイル撃ってくるということなんで、これやばいんじゃないですかね、そうです ね、まあ、でもアメリカトランプさんとしても、ね、こっちの対応っていうのはやっぱりしっかりしないと、はいはい、そうですね、っていうのはあるでしょうからね、はい、ペンス副大統領がね、もうね被災地に行って、で被害者に会って現場からも言ってます、でね、今回はね、なんかハリケーンカトリーナの件でほらあの時ブッシュ政権でしたっけ、何もやらなくて、もう、ね、弱者切り捨てたとなったんで、もう万全の体制を迎えたので、あんまり死者は出てないみたいですね、で今日とかもね CNN でやってるのはね、老人ホームから、はい、おじいさんおばあさんをこう船に乗せて救出するっていうとかね、あとはあの辺の人ほらプレジャーボートとか持ってるので大活躍です、今民間のプレジャーボートとかね、もう街の中どんどんボートで行って救助したりとか、あとそのヘリで救助したりとかね、すごいやってて、一応まあ今雨はある程度止んだみたいですけれども、まあ、これからの復興がね大変だなと思っていた矢先に、なんと大西洋上で次のハリケーンが発生です、3日後にはカテゴリー3になってですね、このまま行くとマイアミ直撃、うわ、はい、で下手するとそのまままたメキシコ湾内に入ってくる可能性もあるので、そうするとこれまたヒューストンがピンチですね、そんな感じですね、世界中で同じようなことが起きてるんですよ、日本だけじゃなくて、これね、だからトランプさんがねパリ条約脱退しちゃいましたけど、パリ条約戻った方がいいんじゃねえの、やっぱ
ね、なんかそういう雰囲気がちょっと出てきそうですよね、国内的にもね。気候変動っていうのは、ね、本当にね、あの一度そっちにこう行くとね、そのフィードバックがあるんですよ、性のフィードバックがあって、あの二酸化炭素が増えたことによって気温が上がって、はい、気温が上がって水蒸気が増えて、でそれでまた温室効果が増すっていうのが一応まあ理論なんですよね、はい、なので、まあ、止めるなら、まあ、今かなというふうに思いますよね、まあ、二酸化炭素が出ないね、あの発電もしくはやっぱ原子力ですから、これやっぱね原発のこと真剣に考えないと本来ね、ね、というふうに思いますね、はい、はい、ということで最後はね、はい、一応経済ニュースやっていきましょう、はい、ということでこちらです、じゃん、設備投資 1.5% 増ということで良かったですね、経済指標がね、はい、いい感じで出てきて、そうですね、この間の GDP の速報値というね、あとはとかね、あとこれとか結構いい数ですけど、ただね、あの率としてはちょっと鈍化してます、あ、そうなんですね、設備投資が、であとね、今これちょっと次のね、はい、講談社の本の企画で書いてるんですけど、はいはい、設備投資が増えることはいいことなんですけど、はい、いいことなんですけどね、でもこれってね、その設備投資の資金調達がちょっと問題なんですよ、どうやって資金調達するか、銀行から借り入れたりとか社債発行したりとか、はい、信託発行して、はい、ね、でも外部から調達するならいいんですよ、でもね今日本の設備投資って結構ね資金、まあ、外部からも入れてるんですけど、でもね内部からの資金結構使ってるんですよ、ね、いわゆる内部留保ってやつ、そうそうそう、はいはい、内部にだから利益が出たのに、それを株主に還元しないでそのまま再投資してる、まあ、もしくはまあこれまで積み上げたものがまだできてない可能性もありますね、これまあ私自分でも本書いてますけど、デフレの時はもうみんな内部留保積み上げるんです、はい、なんでかっていうともう銀行が当てにならないし、はい、ね、株式市場とか債券市場ももうしょぼくれてるんで、はい、ね、対して資金調達できないと、まあ、大体あの社債なんかの場合株式市場がしょぼくれると、あんまりいい条件で出せないですよね、で名目上の金利が安くてもデフレだから、はい、実質的な金利負担は高くなってしまうので、なので、まあ、結局信じられないと、誰も信じられない時はどうします、やっぱ自分に頼るしかないでしょ、やっぱみんなそう言ってますよね、でしょ、自分に頼るとなったら企業の場合は内部留保に頼るしかないですから、だから結局こういう形で利益を分配しないで設備投資に回すということですよ ね、 でその、まあ、経済がしょぼくれちゃったときに、最後に設備投資してれば設備更新しないでもしばらくやれるじゃないですか、でそこでこうランニングが出たりとか、はい、そういうふうなこと考えるわけですよ経営者は、そういう意味で言うとこう設備投資が増えたって言ったときにちょっと素直にね、喜べねえなと、あ、そうそうそう、もう設備投資はだから内部留保で出す資金はもう限界で、もう借り入れとかもう社債とかそれこそクラウドファンディングみたいなやつとかでもうバンバンやって、でそれでもう売れて売れてしょうがなくて、で人材確保も大変だからもう従業員にも配りまくって株価も上げなきゃいけないからもう株主大サービスとかなればベストなんですけど、そうかそうか、じゃあ設備投資が増えててもその増え方、そうそう、中身が重要なんですね、資金調達は結局ね、その利益を配分しないでぐるぐる回してるだけだと、あんまり面白くないんですよね、そうですよね、そういう仕組みがあるんですね、そうなんですよ、でこの辺がねちょっとね、この数字を見て複雑だにゃーと、なぜか猫になってしまうんですけど、複雑だにゃーと思いましたね、私もあの週刊新潮であの次の週で、はい、防衛産業の特集するので、はいはいはい、ま、ちょっと、ま、今日もインタビューを受けるんですけれども、はい、やっぱりあの防衛産業もね、そうですね、はい、設備投資する、うん、せざるを得ないんですけれども、はい、これでもあの受注があるかどうか全く分からない世界にもなってきているので、まあそれもすごく考えちゃうし、 で、ね、そういうところに銀行もねお金融資しないですから、やっぱり持っておくしかないっていう、ね、ですよね、考え方なんですね、市場で資金調達するにしても、はい、いやもう有望な産業です、ただし客がいつ来るか分かりませんとか言ったら、みんなそんな社債買わないでしょ、そう、そうなんですよ、で結局そうすると、じゃあもう内部留保で行くしかないねっていう結論になっちゃって、苦しい苦しいということになるんですよね、これどうにかしてほしいです ね、 ね、やっぱりもう防衛国債とか出していいんじゃないかと思うんですけど ね、 ね、 ね、お金余ってるんだし ね、 ね、余ってるというあの観点がないですよね、お金余ってるんですよ、だって日本の財政状態は、ね、非常に良くてね、だってミサイル撃ってきてるの円高になるんですよ、ね、そうですね、はい、ということで今日の経済ニュース最前線これで、あ、やばい1個忘れた、はい、民進党が代表選挙だったらしいです、あ、そうなんですか、はい、はい、さよなら大嘘で、もうポピュリズムもいいところでね、はい、政権交代もあって言論の自由もあって、え、なんでこんなところであんなことになっちゃったのと、でいろいろ調べたら、あの尾崎穂積って悪いやつがいてねと、ね、ゾルゲってスパイがいてね、はい、コミンテルンという悪の組織があってねみたいな、いろんなことがあって、まあ、はい、コミンテルンが全部操ってたとは言わないですけどね、これあの江崎さんの方にもね、すごく詳しくその辺は慎重に書いてあるね、
全部操ってたとは言わないけど、うん、いろんなそういうまあ問題がありましたと、はい、まあ、世の中にはね、いわゆるこう左翼の連中と、ね、それから保守自由主義者と、うん、そして右翼全体主義者という悪いやつがいて、うん、右翼全体主義者アホなんです、うん、バカなんで、こいつらのコミンテルンのそのね、まあ、シータレールの上まんまと乗ってしまって日本がまあ戦争に向かってしまうという、こう江崎さんのね、まあ、あの本ですよね、明治がありますけれども、はい、まあ、書いてありますが、まあ、そういうのに気づいてですね、うん、でそこでいろいろこう考えを改めたんですよね。だからもうどっぷり左翼に使ってたんで、彼らの理論詳しいですから、筆坂さんと同じですね、うん、はい、だからまああいつらと議論するの楽しいなと思って議論しようよって呼びかけてるんですけどね、逃げちゃうんですよね。なんかね、理論っていうか結構個人的な伝聞とか聞いた話とかっていうのがすごく根拠として大きい人が多いですよね。で、はい、であとね、反対意見をちゃんと読まないんですよ、はい、私はだから反対意見もちゃんと押さえた上で反論に対して、予想される反論に対して反論を考えてるんですけど、あの人たちはそのなんか指定された本や読んじゃいけないのね。そうだからほら、はい、なんだっけ、あのシールズとかやってたやつら、芝木隊とかブロックリストとか言って、はい、ブロックするでしょ、そういう人たちを。それはおかしいんですよね。私だってあれですよ、あの小林清さんのツイッターとかってフォローしてるし、うんうんうん、みんな意見聞いてますよ、まあね、でも聞けたらおかしいなと思ってるわけですから、うんうん、それでいいと思うんですけどね、まあ、言論でね、はい、勝負してほしいんですけどね、うん、まあでもね、言論でね勝負できないね、はい、もう実力勝負みたいな状態になってる人がいるんです。はい、この人です、はい、ドーン来ました、全面排撃ということでね、これはまたね、しいたけでもしめじめでもないですよ、まいたけでもないですよ、雪国まいたけじゃないんですよ、雪国じゃないない、はい、エリンギ、はい、エリンギが全面排撃、しいたけを全面排撃せよということで、もう店頭からしいたけ一掃するためのですね、参考作戦、そんな作戦はないんですけどね、そんな作戦はなかったんですけど、だいたい光で殺し尽くすって意味ねえよ日本でバカみたいなね、もうほんと雑ですね、共産党はね、作りますよね、そう、共産党は今の雑なんですよ。だって今回のミサイル、ね、ミサイルも安倍さんが撃たせたらしいですよ、なんかね、支持率低迷に苦しむ安倍がもうエリンギに電話して撃たせたんだと、とうとう、すごい、キムさんなんて言って、そうそうそう、ちょっとお願いしますとか、北朝鮮をコントロールしてるらしいですよ、安倍政権が。すごいですね、安倍政権最強ですね、すコミンテルより強いわ、恐ろしいね、うん、ユダヤの陰謀も真っ青みたいなね。まあそんな感じでやるらしいです、はい、安保理決議、ね、議長表明、うん、ありましたけども、あれを全面排撃すると言ってて、はい、でなんかミサイル実験をまだやるって言ってますね。まあ、はい、まだね、そういうふうに言われてますよ、この9月、はい、まだなったばっかりですからね、はい、多分ね、こういうことを言っちゃうと、逆にね、エリンギ自身が国内向けに、ほら、アメリカと戦争できる大将軍様っていうイメージでやってるでしょ、でそれをまあこれでコミットメント強化しちゃったんですよね、そうするとね、ここでね、同学的整合性と言いまして、言ったことやれんのかと、はい、ね、それこそ菅原文太ですよ。そっちこそね、やるやる言うて、チートもやれんじゃないの、ましたね、最近ちょっと人気などからね、はい、ペンス副大統領がね、もうね、被災地に行って、で被害者に会って、現場からもう言ってます、でね、今回はね、なんかハリケーンカトリーナの件で、ほら、あの時ブッシュ政権でしたっけ、では何もやらなくて、もう、弱者切り捨てたとなったんで、もう万全の体制を迎えたので、あんまり死者は出てないみたいですね。で今日とかもね、 CNN でやってたのはね、老人ホームから、はい、おじいさんおばあさんをこう船に乗せて救出するっていうとかね、あとはあの辺の人ほらプレジャーボートとか持ってるので大活躍です、今民間のプレジャーボートがね、はいはい、もう街の中どんどんボートで救助したりとか、あとそのヘリで救助したりとかね、すごいやってて、一応まあ今雨はある程度止んだみたいですけれども、まあ、これからの復興がね大変だなと思っていた矢先に、なんと大西洋上で次のハリケーンが発生です。3日後にはカテゴリー3になってですね、このまま行くとマイアミ直撃、うわ、はい、で下手するとそのまままたメキシコ湾内に入ってくる可能性もあるので、そうするとこれまたヒューストンがピンチですね、そんな感じですね、世界中で同じようなことが起きてるんですよ、日本だけじゃなくて、ね、これね、だからトランプさんがね、パリ条約脱退しちゃいましたけど、パリ条約戻った方がいいんじゃねえの、やっぱね、なんかそういう雰囲気がちょっと出てきそうですよね、国内的にもね、気候変動っていうのは、ね、本当にね、一度そっちにこう行くとね、そのフィードバックがあるんですよ、性のフィードバックがあって、二酸化炭素が増えたことによって気温が上がって、はい、気温が上がって水蒸気が増えて、でそれでまた温室効果が増すっていうのが一応理論なんですよね、はいはい、なので、まあ、止めるなら、まあ、今かなというふうに思いますよね、まあ、二酸化炭素が出ないね、発電もしくはやっぱ原子力ですから、これはもうね、原発のこと真剣に考えないと本来ね、ね、というふうに思いますね、はい、はい、ということで最後はね、はい、一応経済ニュースやっていきましょう、はい、ということでこちらです、じゃん、設備投資 1.5% 増ということで良かったですね、経済指標がね、はい、いい感じで出てきて、そうですね、この間の GDP の速報値といえね、あとはとかね、あとこれとか結構いい数ですけど、はい、ただね、率としてはちょっと鈍化してます、あ、そうなんですね、設備投資が、であとね、今これちょっと次のね、はい、講談社の本の企画で書いてるんですけど、はいはい、設備投資が増えることはいいことなんですけど、はい、いいことなんですけどね、でもこれってね、その設備投資の資金調達がちょっと問題なんですよ、どうやって資金調達するか、銀行から借り入れたりとか社債発行したりとか、はい、新株発行して、はい、ね、でも外部から調達するならいいんですよ、でもね、今日本の設備投資って結構ね、資金、まあ、外部からも入れてるんですけど、でもね、内部からの資金結構使ってるんですよ、ね、
いわゆる内部留保ってやつ、そうそうそう、はいはい、内部にだから利益が出たのに、うん、それを株主に還元しないで、うん、そのまま再投資してる、うん、まあ、もしくはまあこれまで積み上げたものがまだできてない可能性もありますね、うん、これまあ私自分でも本書いてますけど、うん、デフレの時はもうみんな内部留保積み上げるんです、はい、なんでかというともう銀行が当てにならないし、はい、ね、株式市場とか債券市場ももうしょぼくれてるので、はい、ね、対して資金調達できないと、うん、まあ、大体あの社債なんかの場合株式市場がしょぼくれると、うん、あんまりいい条件で出せないですよね。で名目上の金利が安くてもデフレだから、はい、実質的な金利負担は高くなってしまうので、うん、なので、まあ、結局信じられないと誰も信じられない時はどうします、うん、やっぱ自分に頼るしかないでしょ、まあ、やっぱみんなそう言ってますよね、でしょ、うん、自分に頼るとなったら企業の場合はやっぱ内部留保に頼るしかないですから、はい、だから結局こういう形で利益を分配しない で、はい、で被害額が、ね、結構な金額になりそう、はいはい、まあ、ハリケーン保険これ発動されても保険会社潰れちゃいますけど ね、被害額は、ね、8兆円を超えると言われてまして、アメリカ経済どうなっちゃうんだろうと思いますよね、思いますよね、思いますよね、なんでその答えはね、はい、八重洲イブニングを書いといたんですよ、今日書いといたんです、はい、ひょっとしたらこんなことがあるかもよっていうのを書いといたんですけど、一応ヒント言うと、はい、昔田中秀富先生と私が協調で書いた震災恐慌っていう本があるんですよ、 はい、まあ、あれは震災のこと書いてたんですけど、要はその災害が起こった時に政府はどうすべきか、はい、どうすればそのまあ、ね、あの経済にまあ悪い影響を与えないかっていうのをまあ書いた本があるな、まあ、震災恐慌に書いてある話なんですよ、基本的にはね、まあ、それを応用すると、ね、応用するとこの連立方程式が解けますということで、まあ、ハービーでです、まあ、アメリカの株価でもなんかあんま影響受けてないですけどね、あのちょっとハービーででもアメリカはね今てんてこまいというところに、も北朝鮮がこんな忙しい時にミサイル撃ってくるということなんで、これやばいんじゃないですかね。そうです ね、まあ、でもアメリカ、ね、トランプさんとしても、ね、こっちの対応ってのはやっぱりしっかりしないと、はいはい、っていうのはあるでしょうからね、はい、ペンス副大統領が、ね、もうね被災地に行って、で被害者に会って現場からもう言ってます、うん、でね、今回はねなんかあのハリケーンカトリーナの件でほらあの時ブッシュ政権でしたっけ、では何もやらなくてもう、ね、弱者切り捨てたとなったんで、もう万全の体制に変えたので、あんまり死者は出てないみたいですね、で今日とかもね CNN でやってたのはね、あの老人ホームから、はい、あのおじいさんおばあさんをこう船に乗せて救出するっていうとかね、あとはあの辺の人ほらプレジャーボートとか持ってるので大活躍です、今民間のプレジャーボートがね、はいはい、もう街の中どんどんボートで救助したりとか、あとそのヘリで救助したりとかね、すごいやってて、一応まあ今雨はある程度止んだみたいですけれども、まあ、これからの復興がね大変だなと思っていた矢先に、なんと大西洋上で次のハリケーンが発生です。3日後にはカテゴリー3になってですね、このまま行くとマイアミ直撃、うわ、はい、で下手するとそのまままたメキシコ湾内に入ってくる可能性もあるので、そうするとこれまたヒューストンがピンチですね、そんな感じですね、世界中で同じようなことが起きてるんですよ、日本だけじゃなくて、ね、これね、だからトランプさんがねパリ条約脱退しちゃいましたけど、パリ条約戻った方がいいんじゃねえの、やっぱね、なんかそういう雰囲気がちょっと出てきそうですよね、国内的にもね、気候変動っていうのは、ね、本当にね、あの一度そっちにこう行くとね、そのフィードバックがあるんですよ、性のフィードバックがあって、あの二酸化炭素が増えたことによって気温が上がって、はい、気温が上がって水蒸気が増えて、でそれでまた温室効果が増すっていうのが一応理論なんですよね、はいはい、なので、まあ、止めるなら、まあ、今かなというふうに思いますよね、まあ、二酸化炭素が出ないね、あの発電方式はやっぱ原子力ですから、これはもうね、原発のこと真剣に考えないと本来ね、ね、というふうに思いますね、はい、ということで最後はね、はい、一応経済ニュースやっていきましょう、はい、ということでこちらです、じゃん、設備投資 1.5% 増ということで良かったですね、経済指標がね、はい、いい感じで出てきてる、そうですね、この間の GDP の速報値といえね、あとはとかね、あとこれとか結構いい数ですけど、はい、ただね、あの率としてはちょっと鈍化してます、あ、そうなんですね、設備投資が、であとね、今これちょっと次のね、はい、講談社の本の企画で書いてるんですけど、はいはい、設備投資が増えることはいいことなんですけど、はい、いいことなんですけどって話ですよね、そういうのをもうまるで信じて、はい、あれですよ、あの本田勝一が書いた中国の旅っていう、まあ、あのフェイクニュースがあるんですけど、あれを信じて日本を良くするためにやってるんだと思います、でこれなんで私はこんなこと言えるかというと、はい、私は高校生の頃、はい、共産党の民政で活動してた子供の先生が大好きで、はい、その先生に本田勝一の本読めって言われて読んで、うわ日本はこんなことひどいことしてたんだっていうので信じてましたから、ね、そうですよ、はい、だって小学校の先生とかやっぱいましたもん、そう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 、でそれを信じて無批判にね、はい、まあ僕みたいに大学で弁論部入って、どうも世の中に違う意見もあるらしいと思って自分で考えるようになると洗脳が解けるんですけど、はいはい、望月さん多分洗脳解けないもん大人になっちゃった、そういう方の方がマスコミ多いですから、そっちが多いんですよ、あの優等生が多いんですよ ね、 そうですね、私ねもう一番腹立ったのはね、はい、大好きだったそのね、まあ、小学校の時の先生も共産党の活動家だったんですけども、みんな嘘つきだったってことに気づいてね、もう愕然としました、あんないい人なのにこんな嘘つきだったのかと、でそれ気づいたきっかけはやっぱ経済の勉強してからね気づいたんですよ、経済って実験ができないので過去にやった政策がどんな効果があったかってことをね、はい、
こうあの分析するわけです、あの今 の, そのいろんな、ね、あの計量経済学のいろんなこうツールを使って、はい、昔のデータを分析すると本当のことが分かるんです、でその時にその歴史的事実って追わなきゃいけないじゃないですか、で調べてみるとなんか、ね、日本は、ね、あの戦前はなんか北朝鮮のような国で軍部が全部支配してました、大嘘で、もうポピュリズムもいいところで、ね、政権交代もあって言論の自由もあって、はい、なんでこんなところであんなことになっちゃったのと、でいろいろ調べたら尾崎穂積って悪いやつがいてねと、ね、ゾルゲってスパイがいてね、コミンテルンという悪の組織があってねみたいな、いろんなことがあって、まあはい、コミンテルンが全部操ってたとは言わないですけどね、これあの江崎さんの本でもねすごく詳しくその辺は慎重に書いてあるね、全部操ってたとは言わないけど、いろんなそういうまあ問題がありましたと、はい、まあ、世の中にはねいわゆるこう左翼の連中と、ね、それから保守自由主義者と、そして右翼全体主義者という悪いやつがいて、右翼全体主義者アホなんです、バカなんで、こいつらコミンテルン の, その、ね、まあ、シータレールの上まんまと乗ってしまって日本が、まあ、戦争に向かってしまっている、こう江崎さんのね、まあ、あの本ですよね、明治がありますけれども、はい、まあ、書いてありますが、まあ、そういうのに気づいてですね、でそこでいろいろ考えを改めたんですよね、だからもうどっぷり左翼に使ってたんで彼らの理論も詳しいですから、筆坂さんと同じですね、はい、だからまああいつらと議論するの楽しいなと思って議論しようよって呼びかけてるんですけどね、逃げちゃうんですよ ね, なんかね、理論っていうか結構個人的な伝聞とか聞いた話とかっていうのがすごく根拠として大きい人が多いですよ ね, ですね、はい、であとね、反対意見をちゃんと読まないんですよ、私はだから反対意見もちゃんと押さえた上で反論に対して予想される反論に対して反論を考えてるんですけど、あの人たちはそのなんか指定された本には読んじゃいけないのね、そうだからほら、はい、なんだっけ、シールズとかやってたやつら、芝木隊とかブロックリストとか言って、ブロックするでしょ、そういう人たちを。それはおかしいんですよね、私だってあれですよ、小林清明さんのツイッターとかってフォローしてるし、別にみんな意見聞いてますよ、でも聞けたらおかしいなと思ってるわけですから、それでいいと思うんですけどね、言論でね勝負してほしいんですけどね、まあでもね、言論でね勝負できないね、もう実力勝負みたいな状態になってる人がいるんです、はい、この人です、はい、ドーン来ました、全面排撃ということでね、これはまたね、しいたけでもしめじめでもないですよ、まいたけでもないですよ、雪国まいたけじゃないんですよ、雪国じゃないない、はい、エリンギ、はい、エリンギが全面排撃、しいたけを全面排撃せよというしめじめでもないですよ、まいたけでもないですよ、雪国まいたけじゃないんですよ、はい、雪国じゃないない、はい、エリンギ、はい、エリンギが全面排撃、しいたけを全面排撃せよということで、もう店頭からしいたけ一掃するためのですね参考作戦、そんな作戦はないんですけどねそんな作戦はなかったんですけど、だいたい光で殺し尽くすって意味ねえよ日本でバカみたいなね、もうほんと雑ですね、共産党はね、作りますよね、そう、共産党は今の雑なんですよ、確かに、だって今回のミサイル、ミサイルも安倍さんが撃たせたらしいですよ、なんかね、支持率低迷に苦しむ安倍がもうエリンギに電話して撃たせたんだと、とうとう、とうとう、あ、すごい、キムさんなんて言って、そうそうそう、ちょっとお願いしますとか、北朝鮮をコントロールしてるらしいですよ、安倍政権が、すごいですね、安倍政権最強ですね、すごい、コミンテルより強いわ、恐ろしいね、ユダヤの陰謀も真っ青みたいなね、まあそんな感じでやるらしいです、はい、安保理決議、ね、議長表明、ありましたけども、あれを全面排撃すると言ってて、でなんかミサイル実験をまだやるって言ってますね、まあ、はい、まだねそういうふうに言われてますよ、この9月、はい、まだなったばっかりですからね、はい、多分ね、こういうこと言っちゃうと逆にね、エリンギ自身が国内向けに、ほらアメリカと戦争できる大将軍様っていうイメージでやってるでしょ、でそれをまあこれでコミットメント許可しちゃったんですよね、そうするとねここでね同学的整合性と言いまして、言ったことやれんのかと、はい、ね、それこそ菅原文太ですよ、そっちこそねやるやる言うてチートもやれんじゃないのって、ね、最近ちょっと仁義なきついこの間ね、はい、Netflix でね、県警対組織暴力っていう映画を見ました、面白そうですね、これ どこの県警なんですか、あの広島県警、あやっぱり、はい、広島県警のね、もうヤクザとズブズブ の,、あの警察官とその本庁からこう乗り込んできたそのエリート、ね、こう所長みたいな、副所長かなんかの、まあ、そういうのを描いたんですけど、もう、ね、伝説の取り調べシーンっていうのがあるんですよ、この映画の。川谷拓三さんがヤクザのチンピラ役で、しょっぴかれで、で、それで菅原文太にボッコボコにされるんですよ。もうこれ演技なのかガチなのかっていうぐらい、すごい取り調べシーンがあって、そうなんですよ。で、その後こう警察に懐柔されていくみたいな、まあ、そういうのを描いた作品なんですけど、まあ、それでちょっと仁義なき戦いを思い出してね、ねもうそっちこそやるやる言うて、シートもやるんじゃないのってこう、言われちゃうわけですよ、はい、トランプあたりに、はい、でそれで全面排撃って、はい、全面排撃って言っちゃったんですよ、エリンギが、全面排撃やってみるよと、やれんのかみたいな、やれんのかでも猪木ですけどね、猪木さん言ったらいいんですよね、やれんのかそうですよね、やれんのかって、もうやってほしいですよね、せっかくですから、今こそ猪木の出番、はい、ね、本当にね、そういう感じで、はい、まあ本当に全面排撃すると、ね、しても、まあポーズだけだと思うんで、まあおそらくミサイルを発射してなんかのタイミングでね、もしくは核実験やって、
俺は負けねえというポーズを、ファイティングポーズを多分崩せなくなりました、ね。まあ、やっぱり、ね、これだけの言葉をいろいろ出してくれたことは、もう相当そのもう、なんか追い詰められてる気もしますよね、はい、逆にね。そうなんです。だから、これね、ちょっと、この9月11日ぐらいまでね、この間、野口さんがね、出て行ってましたけど。そういう説をね、野口説としては。はい。9月11日ぐらいまでは目が離せないかなと思うんですけど、なんか、